まず湯種を作ります。水 105g を鍋に入れます。強力粉 70g を量ります。鍋を火にかけて沸騰させます。はい、こんな感じで沸騰してきたらすぐに強力粉に注ぎ入れます。すぐ粉気がなくなるまで混ぜていきます。だいたいひとまとまりになってきたら、こんな感じでヘラの根元を持ってボウルの底にこすりつけるようにして混ぜていくとやりやすいです。はい、柔らかさはこのくらいです。もしこれよりも硬いなと感じる場合は熱湯を少し足してこのくらいの柔らかさになるように調節をしてください。早く冷めるように周りに広げておきます。ヘラについた生地もなるべくきれいに取っておいてください。ラップをして涼しいところに置いて冷めれば完成です。はい、湯種が完成間近になったらドライイーストの予備発酵をします。40度ほどの牛乳 75g を用意します。必ず触ってみて熱くないかチェックしてください。熱いと酵母が弱ってしまいます。ドライイースト 3g と砂糖 1g を入れてよく混ぜます。牛乳なのでイーストが溶けにくいです。もうだいたい溶ければ OK です。ダマが残っていても大丈夫です。混ざったら室温で10分放置します。その間に生地に入れるバターの準備をします。無塩バター 19g を量ります。レンジ 600W で10秒から様子を見ながらチンします。はい、このように指で押せる柔らかさになれば OK です。液状は NG です。膨らみが悪くなる原因となります。はい、10分経ったので粉類を測っていきます。強力粉 130g、 塩 3g、 砂糖 23g、 冷ましておいた湯種生地、こちらは放置して20分ほど経っています。触ってみて冷めていれば OK です。ひとまとまりにします。湯種生地がちょっと混ざりづらいので、最初に湯種をこの底の牛乳のところで溶かすような感じで混ぜておいてから、少しずつ少しずつ粉類を巻き込むようにして混ぜていくとすごくやりやすいです。湯種が入っているので結構ずっしりとしていて重たいような生地になります。混ざったら無塩バター 19g を入れます。生地全体によく練り込んでいきます。さっきまでは結構ずっしりした重い生地だったんですが、バターが入ると一気に軽い感じの生地になります。はい、で混ぜ始めてまだ最初の時はこのようにちょっとまとまったような感じでちょっとボソボソしています。これはまだバターが練り込まれていない状態なので、ここからさらにひたすら練り込んでいきます。こんな感じでしっかり混ぜていくとこういう風にベターっとした状態に変化します。この状態になればバターがちゃんと練り込まれた合図になります。はい、で混ぜ込んだ後もこれよりも生地が硬いなと感じる場合は、常温のお水を少しずつ様子を見ながら足してこのくらいの柔らかさになるように調節をしてください。手をきれいにします。
周りに広がった生地も集めます。ラップをして室温で20分放置します。はい、20分経ちました。20分寝かせたことで水和が進んで自然とグルテンが生成されています。では3分こねていきます。最初はビヨーンと伸ばして折りたたみます。ビヨーンと伸ばして折りたたむ。ビヨーンと伸ばして折りたたむ。伸びなくなったら外から中央にぐいっと折りたたみながらこねていきます。無理のない力加減で手を痛めない程度にこねていただければ大丈夫です。はい、3分こねました。こねた後も生地はこのようにベターっとしています。これで OK なので安心してください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ヘラで中央に折りたたみながら丸めていきます。こうすることで表面が張った感じになるのでガス保持力がアップして、この後の一次発酵でしっかりとガスを溜め込むことができます。はい、こんなもんで OK です。ラップをします。オーブン発酵機能35度で35分から40分目安、2倍の大きさになるまで一次発酵します。発酵時間はあくまでも目安の時間です。室温によっても時間は変わります。はい、一次発酵が完了しました。このように見た目で2倍の大きさになれば次の工程に進めていきます。はい、その日の室温によっても発酵が進むスピードっていうのは毎回変わりますので、レシピ通りの発酵時間でやるのではなくて、必ず見た目の判断で発酵の確認をしてください。表面に打ち粉をまぶします。軽くガスを抜きます。まな板にもしっかりと打ち粉をなじませておきます。ボウルの底に指をグッグと入れ込みながら少しずつ剥がして取り出します。
はい、まな板の下に濡れ布巾を敷いておくとまな板が動かないので作業しやすいです。両面に打ち粉を振って手である程度まで伸ばしておきます。角も優しく伸ばしてあげます。はい、綿棒に持ち替えて縦17センチ、横28センチほどまで伸ばします。チョコシートを真ん中に乗せます。少し押さえて密着させておいてからこのように剥がします。このように封筒包みにします。真ん中をしっかりつまんで閉じます。上と下のところもしっかりとつまんで閉じておきます。まな板を縦向きに置きます。生地も縦向きに置きます。滑りがいいように粉を振っておきます。最初は必ず押さえながら伸ばしていきます。いきなり転がして伸ばさないです。真ん中から上に、真ん中から下にっていうような感じで、真ん中から外に向かって押さえながら伸ばしていくイメージです。横も同じです。真ん中から左、真ん中から右っていう感じで、真ん中から外に向けて押さえます。ある程度まで伸びたら今度は転がしながら伸ばしていきます。伸ばす時も一緒です。真ん中から外に向かって綿棒を当てていきます。縦が35センチ、横が19センチ目安まで伸ばします。四つ折りにします。最初にここをつまんで閉じておきます。さらにもう半分に折って、これで四つ折りです。ここのひだを揃えておくと綺麗に仕上がります。縦向きに置いて綿棒でグッグと押さえて圧着しておきます。いろんな方向から圧着しておいてください。バットに粉を振って生地を乗せます。ラップをして冷蔵庫で15分ほど冷やしておきます。生地を休ませて伸ばしやすくするためです。はい、15分経ったので最終伸ばしと成形をしていきます。滑りがいいようにまな板に粉をなじませます。生地にも粉を振っておきます。はい、最初は必ず押さえながらです。真ん中から上、真ん中から下っていう感じで、横も一緒ですね。真ん中から左、真ん中から右っていう感じです。ある程度まで押さえながら伸ばしたら、綿棒を転がすようにして伸ばしていきます。はい、同じ面ばかり伸ばさずに面を変えながら伸ばすようにすると伸ばしやすいです。8等分に下書きをします。Thank you.